それではここからは東北の絆のコーナーです。東北地方を思い、そしてさらに熊本地方を思いながらお届けしていくコーナー。今日のイベントモレラ東戸塚夏祭りも熊本地震義援金受付中ということで、そのチャリティーの部分もありながらお届けしているところであります。今日のこのコーナーは、先日行ってまいりました仙台株式会社 FM 仙台デイト FM というふうにニックネームで呼ばれている伊達政宗のあの伊達を DATE と書きデイト FM というふうに呼んでいるそうですが、そのデイト FM、 FM 仙台のサバ飯防災ハンドブック2016の中からご紹介していこうと思います。サバ飯とは、デイト FM が防災企画として2006年から2010年まで実施したサバ飯コンテスト、災害時に必要な非常食をよりおいしく楽しくアイデアと工夫を凝らした非常食を考えることで、より身近により積極的に防災に取り組む意識を高めることが目的です。サバ飯コンテスト、45分以内にカセットコンロ1台で作れるものが条件、県内はもとより県外からも優れたレシピが多数寄せられました。そして震災の後もさらにコンテストを実施して、2016サバ飯アイデア大賞も生まれました。まあ、たくさんのレシピがあります。そしてこれはもうぜひともですね、放送でいくつかこれからもお届けしていきますので、実際に普段の時から試しに作ってみることをお勧めしたいと思います。今日はハンバーグです。このタイトルでお分かりになりますか？そうなんです、乾パンを使おうということ。非常食の持ち出し袋の中に入っているあの乾パン、この乾パンとツナ缶とコーン缶、焼き鳥缶、サバ味噌缶など、どんな缶詰でも全部一緒にハンバーグ、ハンバーグならぬハンバーグを作ってしまおうというものなんです。材料は災害時に手元にありそうなものに注目して選びました。工夫のポイントが書かれてあります。乾パン、缶詰、水と備蓄されている可能性が高く、配給でも配られやすい、それをそれぞれ食すのに飽きてきた時に一工夫し、子どもも一緒に作れて少しでも楽しく美味しく簡単にを目指して考えました。乾パンをつなぎに使っているせいか、食べた時にお腹にもたまりました。乾パン一袋、ツナ缶、コーン缶、焼き鳥缶、サバ味噌缶などいろいろ、お水少量。どんな風に作るかというと、乾パンを細かく砕き、パン粉の代わりにつなぎとして使います。細かく砕いてパン粉代わり、なるほどと思いました。砕いた乾パンは水で湿らせておきます。それぞれの缶を開け、細かく刻みます。例えばシーチキンだったら、コーンとあえて、コーン缶とあえて塩コショウで味付けをし、乾パンと混ぜます。焼き鳥缶とかサバ味噌缶とかはもうすでに味が濃くついているので、そのまま乾パンと混ぜます。味が薄ければ塩コショウ、そうでなければそのまま、そして乾パンをつなぎに使うと、もうこれだけなんですね。あとは形を整えて、ハンバーグのようにフライパンで米目がつく程度まで温めて出来上がりということ。もうそれぞれにこう火を通す必要もない、もう食べれるものでありますからね。焦げ目をつけて温めて出来上がりというハンバーグ、なるほどなというふうに思います。さあ、このコーナー東北の絆は、
当初から毎週お届けすることができるのは、税理士法人山重会計事務所の皆様がご協力をしてくださっているからです。ここで改めまして、山重会計事務所の皆様、本当にありがとうございます。以前はこのサバ飯の中からマカロニをね、使ったミネストローネの話をしたと思いますが、マカロニはポリ袋に入れて1時間水に浸しておくと、もちもちの生パスタ風になるということ。ああなるほど、普段から今日やってみようかと、実はスタジオに来る前にね、思ったのですが、残念ながらマカロニの常備がなかったものでね、今度買い求めましてね、浸してみます。そしてどうだったかはまた皆さんにお伝えしようと思います。もう一つ、今日は枝豆チーズ蒸しパン。工夫のポイントは、卵を使っていないので卵アレルギーのお子さんにも安心です。チーズと枝豆、牛乳でタンパク質も摂取可能。非常時の時にタンパク質を摂る枝豆チーズ蒸しパンです。ホットケーキミックスを使います。鍋にお湯を沸かし、ポリ袋にバターまたはマーガリンを入れて溶かします。このビニール袋がポイントなんですね。ポリ袋がポイントで、食器などもお鍋などもたくさんはないし、洗うお水も少ないしということで、そのポリ袋にまずバターやマーガリンを入れて溶かす。そしてそのビニール袋の中に牛乳を加えてよく混ぜ、さらにホットケーキミックスを加え、ダマができないようによくかき混ぜます。そこに枝豆とチーズを加えて、袋の中の空気を押し出して、できるだけ上の方で結ぶ。ここで初めて沸騰したお湯の中にこのビニール袋を入れ、40分間、入れると、熱が全体に通るように時々動かす。袋が破れないように優しく扱う。熱いので気をつけて、その蒸しパンとして取り出してくださいということです。冷めたら食べやすい大きさにカットして完成という枝豆チーズ蒸しパン。なるほどなと思いました。いや本当にその時に思い出して見てもなかなか難しいかもしれませんしね、今から一度作っておくと、体が、手がきっと覚えていてね、応用しながらも作ることができるのではないかなというふうに思いました。今日は FM 仙台の防災ハンドブック2016の中から、デイト FM サバ飯、このレシピ、カンバーグ、乾パンを使ったハンバーグと枝豆チーズ蒸しパン、ホットケーキミックスを使って蒸しパンを作る、この2つのサバ飯レシピをご紹介いたしました。サバ飯アイデア大賞は、高校生も満足の栄養満点アフリカ飯が紹介されています。石巻市の宮城水産高校栽培漁業類、これはどういうふうに読むのかな、高校栽培漁業類系の3年生のプロジェクトチームの皆さんが工夫した栄養満点アフリカ飯です。アフリカの料理の中で一番の美食を誇るセネガルの料理、それを油を少なくすることでヘルシーにしたという栄養満点アフリカ飯、また今度ねご紹介していこうと思っています。今日の東北の絆、 FM 仙台の防災ハンドブック2016の中から、デイト FM サバ飯レシピを2つご紹介いたしました。今日の東北の絆のコーナーでした。ここまでは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りいたしました。